賢治東トー・の儀、第125代天皇皇位継承時、宮殿の聖殿末の間にて、三種の神器は、日本神話において、天孫降臨の際に天照がニニに授けた三種類の宝物、すなわち、八咫神、天根村雲剣、八坂にニマガマの総称。また、これと同一とされる、日本の歴代天皇が古代よりレガリアとして、 伝生してきた三種類の宝物を指す。読みは他に、大和言葉で、三草の神むだから、とその天下系である。三草の神むだから、三草の神んだからがあり、三草のだから、三草の宝物もある。三草は、三種を意味する、大和言葉。加えて、異表記として、三種の宝、三種の神宝三種,種の賛義がある。特に剣と字を合わせて、 剣治と称するが、三種の仁義の別称でもある。天皇の戦争に際し、この仁義のうち、やさかにまがたま並びに、鏡と剣の片白を所持することが、皇室の正当たる帝の証であるとして、皇位継承と同時に継承される。だが即位の必須条件とはされなかった場合もあり、後鳥羽天皇などは、仁義継承なしに即位している。院によると、 す神天皇の時、鏡と剣は、宮中から出され、外で祀られることになったため、片城が作られた。現在では、草薙剣は、厚田神宮に、八鏡は、伊勢の神宮の内宮に、八鏡の片城は、宮中三殿の賢所に、それぞれ身体として包採され、八坂にまが玉は、草薙剣の片城とともに、皇居、吹上御所の、 剣人の間に安置されている。しかし、同行拠内に天皇と皇族らが住みながら、その実験は未だになされていない。古事記ではアマテラスが、天孫降臨の際に、二二義に八尺の曲がり、鏡、また草なぎ剣を神よとして授けたと記され、日本書記には三種の神宝を授けた記事はなく、第一の一書に、アマテラス大臣。 すなわち天神ヒコヒコヒ、ニニギノソンニー、ヤサカニノマガタマおよび、ヤタカガミ、クサナギ三種の宝物を、玉物ふとある。古代の日本において、鏡、剣、玉の三種の組み合わせは、皇室特有のものではなく、支配者一般の象徴であったと考えられ、中愛天皇の熊祖制伐の時、岡丘あがた主の熊ワ伊藤あがた主の伊糸寺は、それぞれ白道橋、 やさかに、戸塚県を献上して、教順を表している。また、慶光天皇に服属した、須王国様間の神むなつそも、やつかの県、やたかがみ、やさかにを差し出した。また、糸島市の平原遺跡、福岡市の吉武高木遺跡や駅市の春の辻遺跡からは鏡、玉、県の組み合わせが出土している。儒学伝来以後、鏡は、 し、まがは、ひとし、けは、いさむというように、三種の神儀は三徳を表す、解釈も出た。三種の神儀、画像は、想像図であり、実物は、非公開。八た鏡は、危機神話で、アマテラスが、手に岩戸に隠れた岩戸隠れの際、石こり止めが作ったという鏡。アマテラスが岩戸を細く開けたとき、この鏡で、アマテラス自身を映し、興味を持たせて、 外に引き出し、再び世は明るくなった。後に鏡はアマテラスがニニギに授けたと言われる。三種の神器の一つである、八タ鏡は、一般に、道教と解釈されているが、材質が公開されているわけではなく、古事記では、高間ヶ原の八百万の神々が、天の暗価に集まって、川上の剣石を悲しきにして、 金山の鉄を用いて作らせたと記されているので、実際は、鉄橋である、可能性がある。天村雲剣は、草薙剣とも称される剣の正式名称で、古事記では、草薙への立ちと記される。危機神話では須佐ノ王が、出雲、氷川上で倒した大和の王チの王から出てきた剣。後に、山と岳が譲り受け、移動中、周りを火で囲まれた時、 自らの周りの草をなぎ、火打ち石で草を焼いた時に台頭していたとされる。駿河国の地名、八津は、この時草を焼いたことに由来するという。八坂にニマガタマは、八坂にニマガタマとも書く。大きな玉で作ったマガタマであり、一節に、発射の糸口につないだマガタマともされる。岩戸隠れの際に、玉の親命が作り、八タ神と共に、 榊の木にかけられた。危機のうち、古事記には、神儀、またはそれに類するものの伝承はあるものの、格別に、天皇戦争に際してとなると目につく記事はない。しかし、日本書記には、以下のように記載されている。原文の表記について、文字は、旧字体役物は、現代の補足。書き下し文の表記について、文字は、新字体振り仮名は、 歴史的仮名遣い。上記のように、日本初期は、歴代天皇の即位時の記述において、封建の品を記すのに、自負、自、自因、自受という、種類を特定できない表現のみを用いることが多い。自投期より、前の時代で、具体的に種類を記しているのは、経体期と戦火期の2期のみで、それは、鏡と、剣である。かつてはこれを論拠として、 元々の神儀は、鏡と剣の二つで、後に中富野氏が三種説を主張して、曲が玉が加わったのではないかという説もあった。しかし現在では、四から五世紀の豪族の古墳の副葬品に、鏡、剣、玉の3.1組が頻繁に見られるという、考古学知見に、 海外にも、日本の三種の神器に類似した品々からなる3.1組を、大いのレガリアとする神話があって、世界中に分布しているという比較神話学知見、並びに、鏡見、または、見京と書いて、玉を略すのは、漢文の修辞法上の問題で、実際の品数を意味するものではないという漢文の修辞法上の観点から、もともと3.1組で構成されていたと。 考えられている。従って、慶光天皇が畜死に行行した際、あがた主が、榊の上枝に、白道橋、中枝に、戸塚県下枝に、八坂盛の玉をかけて出迎え、他の安主の時も、ほずえに、八坂盛の玉、中枝に鏡、下枝に、戸塚県をかけて出迎えたとの伝承も、後世の造作ではなく、古い祭祀の形であると認められる。 また、大見霊までは三種であったのをなぜか、アスカ・キヨの霊で二種とし、その後また三種に戻されたとする説もある。さきの、自刀天皇四年正月上の書き下し文でも、示したが、自刀記に見える、真事剣鏡は、真事である剣と、鏡という意味で捉えるのが従来説であるが、真事、剣京と解釈する研究者もいる。詳細は、 やさかにまが玉まを参照のこと。東鏡によれば、1185年の壇の裏の戦いで、安徳天皇が受水祝さなぎ県も赤間関に水没したとされる。この時、後鳥羽天皇は三種の仁義がないまま、後白河法王の院前を根拠に即位している。足利高氏は、後醍醐天皇の剣具の申請に離反し、1336年に、 孔明天皇の北朝を建てて、京都に室町幕府を開くが、五代五天皇は、北朝に渡した仁義は偽物であるとして、自己の行為の正当性を主張し、吉野に南朝を開き南北朝時代が始まる。将兵一党の後に南朝が一時京都を奪還して、北朝の三条公を拉致する際に、仁義も接収したため、北朝の天皇の内公判の五光言天皇、 五園遊天皇、五小松天皇の三天皇は、後鳥羽天皇の先例に習い人義なしで即位している。南朝の北畑地下封は、人能正当期で、君主の条件として、血統の他に、君徳や人義の重要性を強調したが、すでに述べたように、人義なしでの即位は、後鳥羽天皇が、後白河法皇の院前により即位した先例がある。 南朝保有の神器は、1392年に、足利義満の圧戦による南北朝合一の際に、南朝の五亀山天皇から北朝の五小松天皇に渡った。室町時代の1443年に、南朝の維新が御所へ乱入し神器を奪う、近結の変が起こり、剣とまが玉がご南朝に持ち去られたが、剣は、翌日に早くも発見され、玉は、 その後1458年に奪還された。明治時代には南北領朝の高等の正当性をめぐる南北朝清順論と呼ばれる論争が起こるが、最終的には明治天皇が三種の人議保有を根拠に南朝を正当と決定する。 上皇昭人は1989年1月7日に宮殿の聖殿末の間での賢治当承刑の義に手人義を継承した。この時は相続税法の非課税規定により相続税の課税対象にならなかった。金城天皇は2019年5月1日に宮殿の聖殿末の間で賢治当承刑の義に手人義を継承した。 上位に伴う贈与税については、天皇の大位等に関する、皇室天般特例法不足で非課税とすることと、定められた。神儀が原尊か否かについては、異説が多いが、そもそもの実態や起源を論ずる段階で諸説がある、ため、どのような状況をもって、原尊と呼ぶのを含め論者により相違がある。実際の儀式に使われるのは三種の神儀の、片代であり、 実物は最主たる天皇の実験を許されないため、その現存は確認できない。主な見解には、以下がある。戦後の復興期を経て、日本が、経済的に豊かになると、民間で、三種の神器という言葉が用いられるようになった。これは、その当時において、豊かさの象徴といえる、憧れの家電製品となっていた、電気冷蔵庫、電気洗濯機。 テレビの三種を天皇の三種の神儀になぞらえてマスコミ主導で呼び始めたものであった。続いて1960年代にはカラーテレビ、クーラー、自家用車を新三種の神儀と言い,い、カラーテビークーラー、カーの当時をとって三シートも言った。他にも優れた道具や製品などが三種あると三種の神儀と。 呼ぶなど一般に広く使われる言葉となっている。ありがとうございます。